ケイン52さん。先ほどドーピングについて質問したものです。ボクシングもそうですが、野球、ゴルフなどもなぜジャダーに加盟しないんでしょうかオペ、まあ、レーションや表面難しいかもしれませんが、ま疑、あえー、いなくスポーツを楽しむためになんとかならないんでしょうかまあ、プロスポーツなんでね。そうだね。まあ、自分たちの裁量である程度コントロールしたいっていう思惑があるんじゃないでしょうか。ね、自分が選手には検査がないなら言い訳に負けてしまうかもと考えてしまいます。 まあ一応ドーピングの検査はしてるんですけど、あのー、まあ、ある程度のコントロールを自分たちでしたいっていう意図があるんじゃなかろうかと思いますけどね。うん。まあ、あとそれをする費用があると思うので、あのー、自分たちでそれをコントロールできた方がいいっていう判断なんじゃないかな。まあ、はっきりした理由は分かんないですけど、うん、害虫でやった方がいいんじゃないでしょうかね。 コントロールされてそう、ねあの、あと抜き打ちのオペレーションっていうのに対応できないっていうことじゃないですか、やっぱりプロの選手なんで、アマチュア選手と違ってあの、競技団体に所属してるわけじゃなく、やっぱりあの個人事業主なのでね、みんな、そこにあの抜き打ちで深夜にドーピング検査が来るとか、そういうプライバシーを侵害する行為が改ざしにくいんじゃないかと思います。 はい。アマチュア競技はそれを競技団体で選手登録した時点でそこにも教育教協力をするという前提で選手登録をしてるので管理が楽なんだと思いますけど、プロの選手はやっぱり個人の権利がかなり優先されるあの契約形態だと思うので、うん。競技の健全性を保つためとはいえ、あのプライバシーを侵害する形での、まあ自分の居場所を全部提出しなければいけないとかっていう規約を守りにくい状態でしょ 例えばプロ野球選手とかゴルファーとかがあの自宅にいないと検査できないっていう状況が起きちゃうとかね、まあ、ホテルとか行くたんびに毎週どっか違うとこ泊まるわけで、そのたんびに申請しなきゃいけないことも大変だし、うん、まあ、難しいでしょうね。プロの選手がそれに登録して全ての居場所情報をずっと提供し続けるっていうのは、まあ、現実的にあ,のあんまり有効な手段だと思いません。そういう背景がちょっとあるんじゃないかなと想像していますけど。 多分そんな間違ってないと思いますよ。